はい、早速今来たこういうツールをですね、まずこちらに入れます。そしてそう戻して、すごい、すごいね、すごい。これをこうつけると、おお、なるほど。簡単ですね、結構ね、取り付けるだけ。それではこれからちょっと音を鳴らしてみたいと思います。ご僧侶中がなべら三神エヴァンジェリスト前陣こと前田明やいびいえい。今日はですねこれのご紹介したいと思います。インターネットでですねいろいろ検索をしてるとこういう感じの音響の備品が見つかったんですね。そこで、三神民謡の、キットということで、販売されたの早速取り寄せてみました。犬山愛知ジャパンさんというこれ会社の名前でしょうね、123サウンドドット JP というですね、インターネットの方でアクセスをしまして、このピックアップ、この三振の音色をですねこのアンプを通して、増幅するという、ピックアップ三振用のピックアップを、ちょっと購入してみました。その、紹介動画を、撮ります。本当にこういう感じでいい音色しかも簡単にですねこのこっちを、バラしてですねこれを中に磁石を入れると中と外でピタッてつながってですねこの、ピックアップをポンってつけるだけでもあとはこういう感じでですね、普通に、ジャンプにつないで、音を出せると。しかも、結構音色が違うんですよね。普通の、三振の、音色がそのまま、エレキ用として出ますので結構、余興とかですねライブされてる人には、重宝じゃないかなと思います。この手軽さがいいと思いますね。ということで、今日はですねこの新しい情報としてですねこういうのがありますよということでご紹介いたしました。はい、もし興味がある方はですね、どうぞこの、何でしたっけね、犬山愛知ジャパンさんのですねホームページ、ご覧いただいて、まずお試ししてみてはいかがでしょうかね。私も、ちょっと気に入ったので、撮ってみました。アンシェまた楽しい三振ライフ魔順イチャビラ野菜。